アベカイサルは1989年にボルフガングリーデッサーによって発明され、ドイツの玩具が愛車プロルードによって出版されたマルチプレイヤー型ボードゲームである。2006年に復刻版が発売された古代ローマの戦車レースをモチーフにしたゲームであり、プレイヤーはチャリオットの形状をした駒を進める。最初にプレイヤーには チップと1から6の数字が書かれたカードが配られ、山札とする。各プレイヤーは山札をシャッフルし、ランダムに3枚引いて最初の手札とする。そして、主札にあるカードを使って、ボード上のマスに従って駒を進める。駒の進め方には様々な制約があり、基本的には3枚のうち1枚のカードを使用して進めるが、そのラウンドの最初のターンを務めたり、 トップを走っていたりするプレイヤーは、最大数である6のカードを出すことはできない。手札は1回使用するとそのラウンド中は2度と使用できず、山札から1枚引かなければならない。また、駒は斜めに進めることはできるが、横への移動や他のプレイヤーが止まっているマスに、進んだり通過したり、インコースとアウトコースの間にある壁を飛び越えたりすることはできない。もし手札の、 どのカードを使っても進めない状態になった時には、そのターンはパスとなる。コースを3周走ると、ゴールとなるが、3周する間に、迎賓席に座っているカエサルに越見して、敬礼しなければいけない。迎賓席に入るためには、スタート位置の1番アウトコースの壁で分かれたレーンに、入る必要がある。敬礼の際には、アベカエサルと叫び、最初に配られたチップを、 コイントスの要領で投げる。もし3周する間に、カエサルへの敬礼を忘れた場合、そのプレイヤーはカエサルへの不敬罪となり、死刑となる。また、アウトコースばかり進んで、主殺を使い切ってゴールできなかった場合も、落馬となり、失格となる。一般的には、ボードの裏表と逆順を使って4ラウンドを行い、得点の多いプレイヤーが優勝となる。ありがとうございます。